ドラクエジョーカーでさ、ドラクエジョーカーズ1、2でさ、一番思い出に残ってる名前教えてくれ。振り返ろうぜ。今更。フォアダイスメン。あの、あいつ、あれな。カバシラーな。じゃ、なんかさ、俺一人、なんだっけな。あのさ、魔法使い、死神貴族みたいなやつの名前。ね、その名前まとめみたいになかったっけ？俺すげえ気になってるやついるんだよな。ちょっと教えてくんね。ヘルマハクローは良かったよね。あれ多分20分ぐらい考えて、もう何も出てこねえよっつって。何も出てこねえよって絞り出したんだよな、俺がな。ヘルマハクロー。意味もなく。ガトリングマム。いいじゃん。ガトリングマムめちゃめちゃ良くない？ガトリングマム。すげえ強そうじゃん。ガトリングマム。ハイスペックママとかさ。なんだっけあいつ。ね、俺あれ使いてえよ。あのさ、イノブタウーマン。ね、イノブタウーマンが出てくるさ、ドラクエないの？仲間になる。俺、イノブタウーマンで生きてえよ、縛りで。俺、相棒見つけたと思ったんだよな、イノブタウーマン。ありがとうございます、僕は。なんか、まとめみたいにねえの。君が生まれるまでのボーイミートガール、なんだこれ。図で、見たいわ。図で。それか。こう面白かったよな、めっちゃ。めちゃくちゃ。これ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 。ちょっとみんな、みんな振り返ろうぜ。あー、やろっかな。ドラ、来週一週間、なんかジョーカー月間、ジョーカー週間にしよっかな。プロフェッショナルってどっちが面白いんだろう。やろっかな。ドラクエモンスター、ドラクエモンスターズジョーカーズ。プロフェッショナルの方がいいの？何が違うの？無印とプロフェッショナル。ちょっとま、見ようぜ。絶対プロの方がいいんだ。あ、モンスター多い方がいいね。あ、下がやっか！ありだな。モンスターの数が増えてんだ。なんか縛りって何だっけ？なんか縛りあったよな。ちょっと待ってね。な、どこでも売ってるでしょ。人生縛りもいつも通りのやりてえわ。クソ。ちょっと待ってね。でねでねでんでんでね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 でんでん。俺のドラゴンモンスターズジョーカーは見てないよって人もいるだろう。見ろよ、クソもれえから。ぐだってるところ見ろよ、ちゃんと。それありきだからな。人生とは得てしてそういうもんなんだよ。画質悪い。画質悪い。あ、なんやこれ。ちょっと待ってな。ええやないか。振り返ろうぜ。明日に控えた。無理やり企画立ててこう。明日に控えたこのドラクエモンスターズジョーカー。よくやるじゃん。なんかガキの使いのスペシャルみたいな感じで。それ。今それな。前夜祭。あー、え2の方ね。デスエボラドリル。いいね。思い出に残ったやついねえかな。キングオブドリル。めっちゃ大層な名前ついとるやん。キングオブドリル。キングオブドリル。エロバッファロー。エロバッファローと、エロバッファロー。ネオアスカ文化。
ロテインシグマ。いいよな。プロテインシグマ。プロテインシグマとかレッドブルマグマとか、この、あれ好きなんだろうな、音感。タンタタンタタタン。タンタタンタタタ好きなんだろうな、俺。ピンクポルナリフとかさ。キングコング。ラブ&タモリ懐かしいな。ヘルマッハクロー死んでんだ。やっぱこの辺のモブキャラにはあんまちゃんといい名前つけてねえな。ヒトミとかゲルゲーとかよ。グラビア。皇太子。イノブタウーマンと皇太子が結婚してなんかできたんだよな。懐かしい。はぁ。どうしたいきなり地獄のデーモン。ほんと子供になっちゃった俺。地獄のデーモン。トグロ。チツヘルペスとかな。あ、ヘアヌードクスコいたね。ギャランドゥーマンとキクノモンレディの子供がヘアヌードクスコなんだよな。こんなにさ、いっぱい生まれたのにさ、最終的にこのバブルボブルで勝ったからな。バブルボブル3匹で。あー、潮吹き丸とかいたね。カオスパイダーマンとかさ、あ、S 作ってねえんだ、俺。S 生まれてないね。一回も。S が一回も生まれてない。ザーボン？あ、ほんとだ！ザーボン生まれてる。多分カオスパイダーマンとローズが合体してザーボンだと思う。ハーゴンだよな、こいつな。すぐやられたけど。すぐやられた。そんで、ザーボンが、誰かと合体したら、こいつになったんだよな。ザーボンと誰が合体したんだっけな。エッグキングになったんだよ。ふざけんなと思った。ね、この辺が一番面白いんだよな、この辺がな。B が、ね、B ができ始めるときっておもろくない？名前もさ、この辺のやつがすごいやっぱ印象に残ってるわ。ギャルとかよ。イノブタウーマンよかったなぁ。ね、ちょっと一個だけネタバレしてほしいんだけどさ、ドラクエモンスター、ジョーカー3にさ、イノブタウーマン出てくる？それだけ教えてくれ。出てくるの？いや、出ると出ないが半々だな。イノブタウーマン、使いたいな。最後まで使いたいな、イノブタウーマン。こいつどうやってできたんだっけ。なんか、変なことしたら出てきたんだよな。ビッグマンとグラビアを合体させたらイノブタウーマン。こいつ可愛いんだよ、マジで。でね、ワンのやつも教えてほしいわ。30人しか死んでないんだね。で、ワンの一覧も見ようぜ。Thank you。はい。ほう。あ、モグミルクがワンか。モグミルクがワンなんだね。あ、こいつワンなんだ。あれ、トグロがまた出てきてる。あ、そうだ。
作ったんだこいつ。指導。指導作ったな。あ、カルメンとかも1なんだ。俺1と2の記憶がごっちゃになってるな。1と2の記憶がごっちゃになってる。カルメンチャンスって1なんだ。最終パーティー、加藤プリ、デスマダム、誰だっけな、ヘルメスだ、確か。こいつのオート MP 回復で、めちゃめちゃゴリ押ししてた気がする。くれない、そう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 。ヘルメスじゃない、くれないだ、どこにいる？あ、こいつこいつこいつ。これ強かったよな。カルマッゾだっけ？カルマッゾ。いやー、これ懐かしいな。ちょうど1年前ぐらいじゃね？ちょうど1年前。あのさ、こいつなんだっけ？このプロテインの、モンスター名。モンスター名。デザートデーモンだ、そう。俺ね、これが出てくるところぐらいが、すごい好きだわ。デザートデーモン出てくると、お！ワクワクってなるわ。へぇー。全然作れてないじゃん。カブちゃん。クアちゃん。11、あ、俺、最後俺になったんだ。ティファニーだぞ、ティファニーだ。1はティファニー、2はイノブタウーマン。好きな女ができてくんだよ、こうやって。イノブタウーマン、活躍してる時間、フォーカス当たった時間多分30分くらいだけどな。おい、イノブタウーマンできたぞーっつって、レベル10ですぐ結婚させた気がするわ。記憶に新しい。どんなキャラが出てくるんだろう3って。新しいキャラ出てくるのかな。何匹いるんだろう敵モンスター。味方モンスターか。気になるわ。300人ぐらいなんだ。ピャッピャッ。300人ぐらい出てくるってことか。800人出てくんの？家系図、家系図見ようぜ。はい。いやー、これこんなやったんやー。俺さ、あのね、一個だけ夢があって、一番最初のモンスターいるじゃん。ワンで言ったら、モグミルク、ツーで言ったら、加藤 D 雫みたいな。俺、それのやつがずーっと脈々と受け継がれていくみたいなのが、ちょっと、欲しいんだよな。あ、テリーワンね。そう、俺テリーのワンダーランドもやったんだよ。夏、アイドル超懐かしい。アイドル超懐かしい。アイドル。アイドル懐かしい。そっか、まだ名前が5文字までしか決められなかったのかな。スザクとかいたよな。すぐやられたけど。ジャンヌがいたのもこの世代だろ。全然いいの作れてねえじゃん。アイドルプラス16。どんだけプラス値高いの。サイコパスとナメコでハンニバルになって、ハンニバルとモモンバがモモンガで、どんだけこの血強いの。毎回それで俺炎上しそうになる。おい、これ天皇家じゃねえかよ、みたいな。毎回言いかけるんだよ。このセミモグラのせいで。すげえ血強いんだよ。
レクターとカメリアでノームになって、ノームとネパールでイタチになって、イタチとアナコンダでサスケになって、サスケとリッキーでサオリになって、サオリとジーザスでアイドルになる。おもろいな。やりたい。明日買ってこよう。ドラクエモンスターズ、ジョーカーズ。本名がいつもわかんねえんだよな、俺。ドラクエモンスターズ、ジョーカーズなのか。ドラクエモンスター、ジョーカーズなのか。わかんないんだよね、本名が。